どうも、安田 TVS です。そして、カズプロと、はい、なんと、どうも、クレイジーです。どうも、ナオキングです。ファンキークレイジーゴルフのハルさんとナオキングが来てくれたんですけど、なんとね、検証会、本当にうまいのか。うお、いい球、めっちゃ飛んどるぞ。いい球、いい球、うまやられてるよ俺らファンキークレイジーゴルフに全然想像を超えてきたただ一番ホールやん。俺でも人の球見てここまでこう、うん、ないよね。いやうめえよ。検証終了でもいいかもしんない。うまいぞ。おおおどういうことだよ。これがファンキークレイジーだ。第4パー4380ヤード。ドスの衝撃。ファンキークレイジーゴルフをご覧の皆さん、これは安ゴル TV なんですけど、はい、ハリーさんはめちゃくちゃうまい衝撃を受けてます僕は。ドスはい、行きます。いや、そんなことばっかしてるからこのゴルフのイメージがないのよもうただ靴は変えた方がいいめっちゃ滑ってる。でもその滑りも利用してるかもしれない。キー低いけど勝ち上げるとこなの。そう、トップしてもいいや。最悪のミスがそれだと収まるよってことか。なるほどね。意外とこの人考えてると論理的な。そうっすよね。上目に当たったミスはね、うん、安全の球出てきた。出てきた。キックしてる。左ラフ。先っぽだな。ミスしてもあれってことね。そう、俺もやるよ。ワンブドラゴンフライ。皆さん、ティーの高さはだいたいこのぐらい。こんぐらい？こんぐらいですか？ 30？ 30？ こんぐらいだ。 3センチってことでしょ？大体やったらさ、ミリなんだよ。あ、ミリ、ミリ単位ね。結構低いよ。低いよ。俺なんてもうちょん出しだったから、ね。俺もなんだよ。うん。高めだから。ほう。どうなんすか？あれは。同じキック。いいとこ行ってる、いいとこ行ってる。 IP の前、右前ですね。低くしてもドロー打つんですか？T 低くしてもドロー打つんですかって聞いたじゃん、うん、もちろんかっけーかっけーかっけー。ずりー、キャラずりー。ニランティも無視して、うん、そう、無視して入れて、その印のとこ埋め込んで。あ、ちょっと高いな。これでドロー打ちいける。目線上だもんね。うん、上よ。右肩下がってていいですか？もちろん。ワンタッチしろ、ワンタッチ。うん、おこういうこと？うん。うん。いい感じ、いい感じ。いける？いい感じ。うん。18ホールで手に入れられる俺。まあでも。こうやってやってた。ただ、自死だけどね、今の。あ、今の自死で。今の自死でしょ。そんな自死のショットにもう。うん、いい感じ。かっけいい感じ。いや、これっすよ。ハリー動画にしてるな。いいコースだね。いいコースですよ。ほんといいコース。ね、アイアンも同じような感じです。全部全部全部。おいしい。それしかできないもん。どういうこと？それしかできない。一つしかできない。一つでやってんすか？そう、一つしかできないから、他のことやると手首痛めたりとか、腰痛めたり。そういうこと。そう。だからお客さんの真似すると怪我する。で、今俺は手をちょっと使いすぎたんですよね。多分ね。いや、もう俺、ナオキングが羨ましいの。でも、もうその下の弟子入り俺してる。してんの？今してるもん。ずりえ。これ俺で、あれじゃない？あれだ。やべえな。まあ飛んじゃうからね。まあね。そこまで行っちゃうんだよね。まあやっぱ T 低くしよう、俺。T 低い方がいいかもね。かっけえわ、 T 低い方が。オートフレックスにしよう。韓国のさ、オートフレックスの人からさ、うん、連絡来てさ、うん、ワンチャン使ってほしいっていうことになったら最高だな。最高っす。インスタグラムとか勝手にこう、うん、俺の動画載せてる、うん、調子いい。いや、やっぱ絵の圧がやばいわ。ずっと撮ってられる。ファンキーカズ行きます。はい、ファンキーカズ9万円で。はい、120とかかな。ナイスアウト。あ、おお、電車、電車、電車。出てきた、その辺。クレイジーの道は遠いわ。うん。で、ファンキーカズでしょ、うん、クレイジーハルでしょ、うん、ゴルフやつだわ。ファンキークレイジーゴルフやつだ。そうよ、ゴルフやつ。どうすか、やっていけますか、それで。大丈夫ですか、やってっていいですか。うん。かっけんだよな、なんか。あんって言ってるけ。120ヤード。120ヤード。52でしょ。ファンキー52だ、取ってる。
ヤサウツ、はい。139番。139番。ゴルフヤス行きます。はい、どうぞ。おお。右？右か。さあ、52？120ヤード、52度、クレイジーハル。おお、ナイス。ナイスオン。大丈夫。ナイスオン。大丈夫。いや、上がるわ。ゴルフどころじゃ上がってきたね。いや、もう、もっとこういう動画撮った方がいいよ。いや、ほんとそうよ。86ヤード。ファンキーカズいきます。はい、ファンキーカズ。お、ナイス。うん、ゲイ。あれ入ったかも。あ、違う。このね、リアクションだとね、クレイジーッパー入れない。入れないよ。あ、そう。入るっしょ。入るっしょ。たが86ヤードよ。うん、入るでしょ。入るでしょ。入るでしょ。どうっす。もちろん。こっちから見てるとピンにこうポンポンってこう立った感じだったの。もちろん。入るよね。入るよね。俺がテンション上がってんだけど。なんで入るよね。あれ裏入るし。あれ入るよ。あれ入んなきゃ。じゃなきゃファンキーもらえないよ。ファンキーだよ。ほらネーションだってほら見てみよ。違うのよ。俺のがバンカーなんですよ。すげえ冷静になっちゃった。あ、これこっちこっちこっち、あ、嘘嘘、ごめんなさい、ごめんなさい。もう、あ、動揺してる。すげえ冷静だ。惜しいねー。ティー低くして逃がせばいい。だからこっちで振んなきゃダメなの。そう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 。こっちに振っちゃうと左に行く。なるほどねー。メカニズムがめちゃくちゃ分かってきたわ。いや、縦上、右じゃない、縦縦ね。なるほどね。結構ちゃんとしてるわ。あとなんか、見えるやつを30秒に1回ぐらい。さっき気づいてた。虫よけ。なんか虫をよけたいって言って、あれをずっとやってんの。あ、じゃあ虫よけ。なんかひんやりするやつを虫よけだと思ってる。そうそうそう。虫よけ入ってんの。入ってんの俺。マジでそうなのよ。マジクレイジーじゃん。すべてが普通じゃないのよ。トリコになってる。なんか全部聞きたいもんね。全部知りたい。全部知りたいよね。20ヤードぐらい。はい。60度。60度。もう、もうナイス、うまい、ナイス、うえ、どうしたんすか、何が迫ってきたんすか、八、四本、五本、もうちょっとあるでしょ、どんだけ歩幅が広いんですか、七、八、倍じゃん、最初四本言ってたら。クレイジーだな。かっけえよ。マジで入門したい。4本にしかねえよ。ああ。ナイストライ。早いな、ちょっと。思った以上にボーっていくね。うん、一回伸びるんすよ。うん。4本。はい。頑張った。うん。切れろ切れろ、やっぱずっと映していたい。OK OK、4本のね。ずっと映してない、ずっと映していたい、映してないと見逃しちゃう。いや見逃しちゃう。打ってる本人のリアクションより、あの人のリアクションの方がいいんだから。ちょっと待って、神経神経。4本。最近で一番面白い、本当に。確かに良かった。ゴルフ来てオタバット、はい、マジボー、パパパ、よし、2本、チビスラ、チビ、あ、出た出た、忘れてた、忘れた、4本、パパと、チビスラ、マジボー、普通にうまいんだよ、本当に。だって普通に一人だけワンアンダー。そうそうそう、俺なんてもう3オーバーだぜ。ティーをさらに低くしていきます、皆さんで。いつか低くしたいと思ってたんだけど、それ今日だわ。 TG さんもだって低くない？低い低いでしょ、うん、あれマンチーを防ぐために低いんだよ。ピタコマンパー5585ヤード。
いや、マジで、マジ面白い。よかった。いや。なんなの？どれがふざけてるのかわかんない。わかんないよね。おお。完璧っすよ。よし。バントだもん。今のバントだよ。バンブードラゴンフライはドローだけなんですか？ドローだけ。え？フェードは打つとまっすぐ打っちゃう。かっけー、うん、だからまっすぐ打つときはカットに入れてバンブードラゴンフライすればまっすぐ。なるほどね。さあ2個しかないじゃん。うん、逆にフェードが打てる。弱点急な弱点急に弱点認めたんだよ。ドローでいいから。安の球筋が真逆に。そう、これこれですよ。まあ、抜けたね。よいしょ。オッケー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 。止まっちゃう。じゃあ、あれっすね。チームセリザーとは違って、フェード打った瞬間に波紋っすね。逆、真逆。真逆っすね。真逆。打てない。したい。いや、ドローでさ、こんだけゴルフさ、俺だったらドローにしたくなるよね。あ、いいね、いいね。刺せたね。一皮むけたよ。うえ。おー、いい。2つにしか当たんねえんだけど。いいのいいの。あれでいいっすよね。ナイス。今日も学ぶ会だよ。いや、学びだよ。いや、俺マジで知りたい。普通にラウンドすると思ってたけど、学びたくなってるもん。なんでドライバーオートフレックスなんですか？振らないため。あー、そういうこと、うん、手で振っちゃったらチーじゃん。振っちゃうとチーだからエラーが分かりやすい。腕を振らなきゃ振らないほどチーピーが出ないから。じゃあ何で飛ばしてんすか？気合い急に、ね、ここまでちゃんとしてきたじゃん。ここまでちゃんとあれだったのに。飛ばし気合いきなりクレイジーじゃん。不思議と、なんかドロー打つためにはインから入れなきゃいけないとかあるじゃないですか。そう、インから入れる。だからインからそれいらないですよ。いらない。インからの意識でなっちゃうんですよ、うん、なっちゃうんですよ。すごいとこ攻めた。すごいとこ攻めた。ここやってくる。ここでさすがでしょ。いやいや、そこのここに乗り上げてくる。さすがなのか何なのか分かんないけども、もはやここは来ようと思わないぜ。つま先上がり、まあ右側 OK なんで、はい、ご優で350ぐらい。はい、うまい。ドローだこれよ。フェード打てない。フェードはないんですよ。フェードはダメだとかじゃなくて、うん、普通に打てないから羨ましいって言ってました。ちょっとそれ前出してもらってもいいですか？うん、ちょっと怖いんで。左行って。左。やばいよ。すごい空回りしてる。やばい。ここ来る？カート事故。え、もうちょっと平らなとこまで行っちゃっていいですよ。もっと平らなとこまで行っちゃっていいですよ。クレイジーの人全員クレイジーだわ。いくら乗り入れ OK で。あそこ行かないよ。俺はどうだと思う。初めて輪立ち作ったと思う。その結果乗り入れ不可になるかもしれない。バントであんだけ行かれてんのよ。行かれてんのよ。ウッドフレックスにして俺も。振ってないんだね、だから。腕なんてなんもないわけでしょ。アイアンとかはどうやって。ここでやっとくあるでしょ。体の正面に三角形が常にある。当たり前だよ。すいません。275ヤード。うん。オッケー。チーだ。まあフェード打てないからね。ファー言われちゃったね。ファーはいいのよ。ファー言われちゃったよ。うん。いや向こうで、うん、繊細なんで彼。257ぐらい。もう一挙手一投足を追いたい。打てるかな。一番いい。一番アイアン。え、一番アイアン。ふわ。一番アイアンだよカズプロ。ドライビングアイアン。おー、花道。さあ、ドライビングアイアン。ドライビングアイアンさ、セカンドで打つ人いる？一番アイアンだよ。もうドス、マイナス。壁よ、壁。なんで弾上がんの？それはバンブー。バンブーだね。バンブーだから。かっけー。やっぱバンブーだからでしょ？竹だよ、竹。
かっけえ竹田。竹田。やっぱり。仕組みがわからん。仕組みむずいんだよな。後遺症がやっぱ残っちゃってる。うん、ちょっとね。だから、させに行っちゃったよね。そう、だからわかんない。あの、地面に置いてあるボールに対する。コンタクトの仕方が。そう、わからない。逆にコンタクトの仕方ってどうやってるの？わあ名言っすね。ちょちょマジマジ難しい。俺はそれ難しくできない。コンタクトなんてないでしょ。 0.0 何秒でそこにコンタクトするって逆に俺は才能だと思う。かっこいいよ。いちいちかっこいい。コンタクトなんてしなくていいんだと。だって難くない？むずす。それができない俺は。だコンタクトとかインパクトとかってもしかしたら妄想なのかもしれないですよね。人のね、うん、分かるわけがない。なんでちょっと笑ってんの？なんで笑ってんの？155ヤード7番。はい。上げてるよ。6番にしよう。これでも届かないかもしれない。今のやつは痩せてしまったやつは。痩せたというか弱くなった。弱くなった。うん。ね、そう。バイ。バイ。おー、ナイス。ノイ近い。ノイ今のは近いドス。敵王だよ、敵王。敵王。敵王。古いね、ちょっと。古い。カンの敵王。敵王。カン敵王だよ。古いなぁ、ちょっと。カズくんちょっと左行ったから。そう、俺落ちたかもね。下落ちたかもしれない。ここ落ちるんだ。うん。ちょっとやっぱバンブーが足りなかったなぁ。もう、トリコよ、トリコ。トリコよ。うん。もうね、今日俺、100ってもいいかも。いや本当にこの精神状態でゴルフできないよ。学びたいよね。ファンキー60ヤードいきます。ファンキー60。うん、60度で。はい、ファンキー66っていきます。60だね。シャンクした。シャンクだね。そう、バイバイ。一番トリコになってんじゃん、カズプロが。いや習得したい。22ヤード。はい。58。イメージ春がドリーム春に見えてきた。いや、ほんとドリーム春。あ、ちょっと行くか。ナイス。結構こがんね。これちょっと硬いんですよ。じゃあ4打目いきまーす。はい。10番で。あー、来ないか。うん、ナイス。バーディーパット。バーディーパット。惜しい。ナイスか。オッケーです。ちょっと撮ってもらっていいですか。すげえ。4歩。うまい。カマン、カマン。オッケー、オッケー。ジュッシュ。いや、なんて4本。4本いきます。パーパット。はい、ナイスパー。はい、ありがとうございます。一番アイアン使う。いや、ね、やってくることがね、やっぱりね、ちょっとトリッキーでかっこいいんだよ。ダメでしょ、一番アイアン入れちゃう。これね、ハルさんのこと誤解してる人めちゃくちゃいると思う。ゴルフ動画もっと出した方がいいよ、オンバウンド動画。いや、俺もそう思う。ああいうレッスン動画ばっかり出してる人、うん、上手くないと思ってる人結構いるから、他のそういう人はやっぱ上手くない人多いから、うん、うまいんだよ。マルさん、これ出してた方がいいよ。みんなに言われるのよ。月に1回とかでもいいから。今日ね、記念日だからっつって、6月20日、うん、3年目の。結婚記念日。YouTube3 年目の。あ、ね、あ、今日？そう。めでとうございます。それでたまたま、やすさんが声かけてくれて、その20日にしないって言われて、うん、やっぱなんかあるんだねっつって。だから俺は怪我しても来る。運命感じた。運命感じた。顔かっけえ。一番ファンキーでクレイジーな顔してたの。北6番パー4、357ヤードス。いいティー落ちた。ナイスティー。もうさ、ロングティーなんていらない。いらないよ、ね。ロングティーの時代終わった。3ミリにしかならないティー発売したらどう？このホールめっちゃ打ちづらいんだよ。そうなの？かっけえ。ハモっちゃうもんね、もう俺ら。かっけえ、ハモっちゃうもん。やばいやばいやばい。でもうち、いや、カラスが逃げた。あ、出てきた、出てきた。マジで？ちょっとね、ちょっと出てきて、多分いける。木群の入り口、木群の。多分打てると思う。自然ともう左に立ってるから。うわ。ドロードが出ると。あんま左置かないですか、じゃあ。左置かない。
もう結構仲いいですよ、うん、普通かかとじゃなくて脇、かかとじゃなくて脇、それね普通に入れればね泥出ちゃうんで、ね、あーでも勝ち上げか、アッパーむずいな、アッパーでしょ、アッパー泥だ、おー、うん、泥乗ってる、いや地味にこっちのがやばいな、こっちのが入ってるな、オッケー出てこない、なるほどね、アッパー、なるほどね、わかりましたよ、アッパーの作る泥じゃなくて、うん、入射角で作る泥ってことですね、うん、難しいことわかんない難しいこと言うなと、難しいよ、入射角ってなんだよ、わからん、キーの長さいいっすか、やっぱショートキーだよね、ショートキー十分だ、オーケー、あ、いい球だ、こういうことね、そう、もうバンカーこっかな、これで芯にどうやって当てるんですか、あの逃げなきゃ、今ちょっと逃げてる、あそういうこと、俺下にしか当たんないんだけど、いや高くちょうどいいんじゃない、逃げるから体、師匠ありがとうございますみんなクレイジー一族入った方がいい、メンバーシップ入ろうか、疑問を難しい言葉じゃなくて一言で返してくれる、確かに確かに難しいこと言えない、だって難しいこと分かんなくない、分かんないです、でさっきのカズが言った入射角とか、わけわかんない、だってよくバース使いましょうとかって言うじゃん、はい、分かんないもん、バースがどっかも分かんない、ね、だって見えないじゃん、確かに、ああそういうことですね、そんな人にさバース使いましょうとか言ってもさ全然見えないし、バースは見えない、五六これすごいよ今日、クレイジー五六が難しく言えないだけだよ、工事くらい抜群作れるよ、うん、かと思ってナオキングここまで乗り上げてナオキングなら来れる、ナオキングなら来れるよ、ジシジシ、お、あ、それジシですやばい、第一印象になってる、それジシの、それジシ、なんだこれ、ムズとかじゃなくてジシなんですよ、これはムズとかじゃないですよ、ダシでいきます、ジシのダシ、ファンキークレイジーショットで、嘘でしょ、嘘でしょ、ちょっと待って、嘘でしょ、マジで、はい、おいおいおい、そっちかーい、早出すの出すの早ワンチャン早く打ってこの位置ではなかったことにしようとしてるまである、わあ、だいぶ手前だね、ピン87番や、おお、花道、登れ、もうちょっとか、あでもナイスですね、今日チッペンしてますからね、ハウスプロめっちゃいいとこ、めっちゃ飛んでんじゃん、え、あれ俺、そうだよ、ジシじゃん、ジシじゃない、やあれはトスノイ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 俺下っ面だったんだけど、え、見て、これがアンブドラゴンフライ82ヤード、56度で、もうナイス、バイト、あーナイス、パーチャンス、ワンピアンナイス、ナイスドス、いやあれナイスドスよ、ドス全然言わないんだよね、全然言わないよ、ドスもノイノイも全然言わないんだよ、だってそうドスとかないじゃんいやなんかちょっとカッコつけてんだよな、うん、キス顔しかしてくんない、もちろんキス顔しかしてくんない、あとね、もちろんしか言わないよ、うん、もちろんドス、俺マジで今それがファンキークレイジーゴルフよ、今高くてから飛ぶっていう時代は終わった、終わったのかもしれないね、はい、おいしい、これしかもできないですよむしろそれができるだけいいよ、一歩ではない、ポジティブロブで振るしか、かっこいいな、オッケー、君はイップスではないだろ、じゃあ俺何ですか、練習じゃない練習ただ下手くそって言われてる厳しいんだよな、練習じゃない全然答えてくれないよ、過去一おもろいよ、16ヤード58、あ珍しい、珍しい、あるちゃ ん、 んあれ練習じゃん、8ヤード、ゴー、ナイス、4歩、もう誰も聞いてくれてない、パーバット、はい、お願いします、
うまい。うい。オッケー。うまい。コーヒー。かわいい。4歩。でも4歩やったんじゃないか。4歩バーディーパット。やっぱそっちか。そして早い。じゃあお先行きます。4歩パーパット。わっ、フックだった。あ、オッケー。ドス。なんでだろう。ドス、ダボスか。もうちょっと。ご愛嬌ということでね。あ、そうで。はい。第二は有料ドス。ドス。今のジシった。あんまこう俺らはジシーだと思ってんだけど、うん、もっと軽くジシった。済まさなきゃダメってこと。あ、そう。あ、なるほどね。あ、まあ次回も見てください。ドス。